続きまして博多の白うさぎさんからの投稿です、うん、あけみさん、はい、うさぎって書いてないな、うさぎがないです。あけみさん先輩うさめ部の皆さんこんばんは。あのいつもみたいにさ、うん、そのままのつもりで読むとダメだね、うん、ね、うん、からね、気をつけてね、はい、先週に続き今週も豪雨で九州地方に被害が出てます。本当だ ね、 ね、大丈夫かな皆さんとこ。福岡市内は今のところ、うん、被害は出ていませんが、うん、被害はなくとも気をつけねば、うん、そうですね、うん、さて先週ふうくんのパパさんが、はい、パクリ名前当てクイズの投稿があったので自分もパクリのパクリ名前当てクイズを投稿します。パクリ五択クイズです。はい、もう先に言っちゃっていいのかこれ。いいんじゃない、先にこれ何番号言っちゃっていいの。うん、だってそのうちの誰でしょうだもん、はい。1番いちご、うん、2番大福、はい、3番ゆきちゃん、おう、これはいちごちゃんの姉、お姉ちゃ ん、 姉ちゃん、あっちのゆきちゃんじゃなくてね。4番マシュマロ、ほう、5番萌えちゃん、はい、え、萌えちゃんはあの萌えちゃんの五択ですな。覚えてますか。はい、元祖今回の見どころ、うん、分かるかな、うん、分かると思います、うん、なのでヒントなし。え、本当皆さんちゃぶ台の用意はできましたか。はい、では早速参ります。VTR 回転回転ちゃぶ台持ってないし普通ないじゃん。ないね、ないない、うん、音楽もだ。これじゃ分かんないよ。でも大福さんの投稿だから1番か2番じゃないの。このシリーだってあのさキッチンマットってさ、うん、私の白兎さんにするじゃない。そうだね、でしょ、大ちゃん。これ難しいね。大ちゃん、大ちゃんじゃない、いちごちゃん、大ちゃんだよねきっと。これ正解出んの。知らないもんね、うん、大ちゃんだよ、わかんないって言ったら大福だな。正解は誰だ。大ちゃんでしょ、やったそうだな。三の子知らないって、ゆきちゃんね、ちごちゃんのお姉さん、うん、そうだね、うん、ちごちゃんのお姉さんは私たちも見たことがないかもしれない。ないですね、ね、うん、うん、やった一番に当てたってニコさん、うん、ニコさんいつも見てる。萌えちゃんではないと思った、うん、今日萌えちゃんのパパいる。いたよ。あ、ほんと、うん、そっかそっか、多分これじゃない。どれ。5、脱色した萌えちゃんって言ってあ、そういうことね、うん、あ、そうか、今日は入らない、うまく入れないんだ、パパも、うん、そうか、そうか、うん、なるほどね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。それではですね、次はですね、実は初めて投稿いただきました、そらぼうママさんからです、うん、うさぎの名前、そら、正式名は、え、そらる、ソラルでいいのかな。ソラルじゃない。あ、ソラルね、はい、無理して読まんでも。わかりました。4ヶ月、あ、まだ生まれて間もないな、うん、ネザーランドとライオンのミックスの男の子だそうです。はい、こんにちは、初めて投稿させていただきます。こんにちは、今ウサギ大好きだお友達を探していますので、いっぱいいますよここに。投稿したことをきっかけにお友達が増えると嬉しいです。皆さんよろしくお願いしますということで、今日はチャットにはいらっしゃるんでしょうか。そらぼうママさん、私です、宣言してください。いないかな。いねえんだねこれ。いやいや、もうチャットに入っていただければね、もうすぐに友達ですよ。遠巻きに見てる感じじゃないの。そうかな、私呼ばれてるみたいな。あ、さすが博多の白うさぎさん、こちらこそよろしくですって。おいいですね。おそらくみんなうさぎ好きですよね。そりゃそうでしょ、うん、そうですよ、まあ、うん、すぐお友達できます、お願いしますって言って、ごめん、あ、クリオンさんだった。そうですね。はい、じゃあそのそらぼうママさんからの投稿見てみましょう。あれらららふわふわしてる、ライオンだ、あれ腰
しんどくもなんか長くなるのビロン。本当だね。私引っ張っちゃいそう。引っ張るなあれ。いや、あのほら関門かなと思って。ねえ、可愛いですね。4ヶ月？うん、4ヶ月。これからが楽しみなミックスちゃんって。ミコさんが言ってる。可愛いですね。シリのことね。うん、一応ですね、ソラルはひらがなで書いてあります。あ、男の子だ、うん、はい、いいですね。うん、ソラルくん、あ、本当だ、男の子だな、うん、今日のデビュー作これ、うん、ご本人いないという分かんない、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれないですけどね。ああ、はい、うん、また来週もどんどんお願いします。チャットに参加してください。はい、はい、ありがとうございます。続きまして、はい、くぼっちさんからの投稿です。元気にしとるかな本当だ ね、うさぎの名前もみじ、はい、女の子、はい、3歳ミニうさぎオレンジ、はい、原田さん、はい、うさぎ先輩、チャット参加中の皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。くぼっちです、うん、投稿回数34回、すごいな先週投稿した、うん、頭芸にしたカラフルなぬいぐるみは、はいはい、うさぎのぬいぐるみです、うんうん、知ってます、うん、ちょっと分かりづらかったかもしれませんね、うん、見た先週のやつ見た、あの首がビロンって長いやつなんで首がないんでしょう、見ました、見ましたよ。そんな今回の投稿は、はい、2012年、はい、上半期、はい、頭毛総集編ですそうきたか不意に始めたこの企画ですが、うん、企画ですが、上半期で15回の頭毛を投稿していました。34回中15回だって。今日は上半期の総集編を作ったので、うん、投稿します、はい、総集編、はい、うん、今回の見どころは、うん、全部かなそうでしょう、そうでしょうとも総集編です。いいね、本当だね、うん、そっか、考えてみればもう半年経っちゃったもんね、うん、お、ちょっと力入っとんね、うん、入ってる入ってる、なんかいろいろ書いてあるよ、うん、おー、何あれ、あ、これメロンのアイス、これ音楽はくぼっちがおー、これでしょ、これでしょ違うって、え、違うの、アーカイブ見てないな、アーカイブじゃなくてそのまま見てたんだけど、なんかチャットに参加してましたけど私、あ、ほんと、なにそれもうびっくりなんであとビロンって首が長いですよ、わかるんですか、全然違うじゃんみんな何やってんですか先輩、統一しよう、これじゃないの、違うってこれだって、あ、これむちゃくちゃみんなたくさんいるじゃん、よく言うわ、うさぎ多いな、それかウサギ好きだからでしょ。あ、ウサギ好きなんだ。何言ってんの、これ何これ。ハリネズミじゃない。ああ、すごい。これだ。これじゃないの。いい加減に怒られます。これ？これウサギ？ドナルドダックみたいに見える。ああ、もみじプロダクションまで起こしちゃったよ。フー君のババに並んで、すごいな。すごいね、うさぎの目から監督が次々、あの周りにあったのあれスポンサーなの、あれ、ついてんの、あれ分かんないかもよ、すげえな、うん、素晴らしいね、みんなやらかしたねやらかしました、面白、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。では続きましてマリさんからですね、投稿です、うん、うさぎの名前ねね、ミニレッキス女の子、うさめ部の皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは、今回の投稿写真は死んでるように見えるけど幸せそうに笑って寝ているねねの写真ですということです。そうそうそう、よく騙されるよね、具合悪いのかなってマリさんもね、毎週ね投稿してくださる、そうそうそう、これか、これ間違えるかもしれああいう格好ってリラックスできるのかね、うん、たまたまあれが気持ちよかったかもしれない、いやど
っちかちょっとポアロもあっち系だよ。あっち系ですか。あっち系。たまにこの寝方するよね。あ、そう、誰誰？清崎さん。ああ、そうだよね。はい、うん、ね、あれ体が伸びてんのかな。完璧なリラックス状態ですね。うん、いいですね。私もやって寝たいな。寝てんでしょ本当は。いやいや寝てるけどさ、なんかこうぐっすりって感じじゃないもんね。自分が知らんだけです。あ、そうっすか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。